仏門に入って半年。向かうべきは仏の道ではない。その男は確信していました。幼い頃から絵の才能を発揮し、神童とさえ呼ばれたその男は、絵筆の力で身を立てようと考えていました。波紋は覚悟の上、京の町へ飛び出したのは16歳の時。その歩みこそ日本画の新たな時代への幕開けとなったのです。その記念すべき作品が京都国立近代美術館にあります。絹地に描かれているため傷みやすく、展示される期間は1年のうちほんのわずかです。この美術館を出たことさえありません。それは京都大原の情景です。今日の一枚、土田麦僊作大原目。およそ縦215センチ、横218センチの大作です。描かれているのは木陰で休む農家の娘たち。大原の里から農作物を売りに行く娘たちは、昔から大原目と呼ばれていました。彼女たちの周りに描かれているのは、黄色い花をつけた山吹やタンポポです。木陰を作っているのは杉の木でしょうか、それともヒノキ。線を使い大胆にデフォルメされた葉が印象的です。そして遠くには小さな集落が。眺めていると不思議な感覚を覚える絵です。日本画でありながら西洋の香りが漂ってきます。土田麦僊は大正から昭和にかけて京都の日本画をリードした男です。静かにしなはれ。もう稽古終わったんどすか。小春、ちょっとまたおこごとどすか。向こうを向き。だらしないな、お前は。ええか、世の殿方はだらっとした舞妓なんて見たくないの。いつもキリッとしてなはれん。そんなこと言わはっても。よろしいか、お前ももっと綺麗になって麦僊藩に書いておもらい。そしたら引く手あまたでしょ。ほな行ってきます。お座敷は粗相のないようにな。はあ、ところで土田麦僊の代表作と言われ切手にもなっているのが武義林仙です。麦僊といえば舞妓、そう言われた画家でした。細密画のように克明に描かれた舞妓の着物、そして顔。一方背景の日本庭園は装飾的です。どこかルネサンスの人物画を彷彿させます。二つの作品は同じ頃に描かれました。それまでの日本画に挑戦するかのように。
ほぼ毎年、と言っていいほどその自分に対するテーマをちゃんと設定して、まあ、それを各その出品作品としてクリアしていったわけですから、あれだけ多くのその追求試みさまざまなことを見事に仕切って、いった作家っていうのはそう多くはないと思いますけどね。土田麦僊は画家上村松園をして勉強家と言わしめたほど研究熱心な画家でした。おはらめは4年の歳月をかけて挑んだ画家渾身の一枚です。この絵のテーマはいかに西洋を取り込むか、そこにありました。16歳で寺を飛び出した土田麦僊は京都の画塾で絵を学び始めます。ところが病のため一時帰郷、17歳で再び京都に出てきた彼は竹内栖鳳の門を叩きます。ヨーロッパ帰りの栖鳳は京都の日本画壇では時代の先を行く画家でした。栖鳳は丸山四条派の写実と大胆な構図が特徴です。形から入って感覚を映す、それが師の教えでした。麦僊は徹底的に写生を学びます。そして入門してわずか4ヶ月で京都の展覧会で入賞するのです。土田麦僊は日本画家です。しかしあなたには答えることができますか？日本画とは何か。京都の日本画家畑中光郷さんに日本画とは一体何なのか尋ねてみました。日本画っていう言葉自体がね、もともとなかったんです。明治になって西洋のものが入ってくる。それで油絵が入ってくる、水彩が入ってくる、それこう西洋絵画が入ってきまして、それにこうそれを洋画って言いますよね。対して日本画という言葉を作られるようになったんです。それはもう明治の末年です。だから随分こう日本画という言葉自体が新しいんですよね。日本には日本の絵画があります。飛鳥時代の壁画、平安時代に盛んに描かれた仏画、狩野派に代表される障壁画。その狩野派は桃山時代からおよそ400年の間日本の絵画の手本とされていました。しかし20世紀に入ると京都で新しい日本画が生まれようとしていました。土田麦僊ら若い画家たちが動き出したのです。国画創作協会、共に立ち上がった仲間たち。麦僊のライバルと言われた村上華岳は幻想的な人物画を描いた気鋭の画家。入江波光は独特な風景画を描いた男です。画塾からの仲間小野蟄京は透徹した写実の風景にこだわった画家です。生きるるものは芸術なり、気候によってなるにあらず。
それが彼らの信念でした。流派にとどまらず、ジャンルに組みせず、芸術そのものを追求するべきである。若き麦僊の手本は印象派の画家でした。20代半ばで描いた「アマ」ではゴーギャンの野生を、ユナではルノワールの官能を、洋画に学んだ作品は人々の注目を集めます。しかし麦僊には迷いがありました。画面の上でのこの非常に心よいトーンというようなものは、もうそれは遊びにしか過ぎないと。もっとその自然の中の圧倒するような力とか魅力、そうしたものを描き表したいというふうに麦僊は言ってますね。洋画から何を学ぶべきなのか。モノマネでなく芸術の本質を見極めたい。麦僊はシャニムに絵筆を走らせます。まるで何かに追われているかのように。麦僊はんえらい几帳面な人やった。うちの子を描いてくれた時な、着物の図柄が気に入って、それを一つ一つ細い線で描き始めはったんどす。あんまり真剣に柄ばっかり見てるもんやから、うちの子が退屈してしもって。先生はうちを描くんどすか、着物を描くんどすかって言ってしまったらしいわ。描き始めるとキリがありまへんわ。上村松園先生も言ってはったな、デッサンの虫やって。今日の一枚、おはらめが完成したのは1927年。描き始めてから実に4年の歳月が経っていました。しかしその3年前、麦僊はこの絵を展覧会に出しているのです。とても完成とは言えないおはらめの下図。画家はなぜこの絵を出したのか。日本画というジャンルが生まれたのは明治のこと。土田麦僊はまさにその頃画家になりました。ところで、日本画と呼ばれる作品に決まりがあるのでしょうか。麦僊の時代、それ以前の時代というのは日本画は必ず線だったんです、ね、一番初原的なんですよ。形を描くのに面と面の境目を線として表現するわけですよ。だからこう花のところなんかはどこまでが線で表現するかっていうのは、その人の曖昧なところじゃ、その人の感覚によるでしょ。それから修練によりますよね。だから線っていうのは誰が描いても同じでもないんですよね。線をどう描くか。麦僊は一本の線にこだわる画家でした。20代で描いたおはらめです。ここでは重ねた線と線が躍動感を表しています。そして40歳の時のおはらめ、麦僊の描いた線は細く繊細で鋭い線になっています。鉄線描と名付けられた、まっすぐ迷いのない麦僊特有の線。
そしてこの絵の中には目には見えない画家渾身の線が塗り込められているのです。国画創作協会設立後、京都画壇はその若きリーダーとして土田麦僊に大いなる期待をかけます。それは喜びでもあり重圧でもありました。新しい日本画を生み出したい。麦僊は1921年ヨーロッパへと向かいます。パリは文字通り芸術の都でした。貪欲なまでに美術館を回り、洋画の研究に没頭します。麦僊が描いた風景画です。フランス、イタリアを旅しながら、画家は日本画や洋画という枠を捨て去っていきます。そこで出会ったのがイタリアに残るルネサンスのフレスコ画でした。その感動を画家はこう述べています。こちらへ来てつくづく感じることは、我々が日本画家であることを幸福と感じることだ。日本画に近いフレスコ画など眼前として美しく見える。麦僊がフレスコ画に見たのは素朴で美しい線でした。線こそが絵画の原点。日本画の線でも世界に通用すると確信したのです。1923年帰国した麦僊は京都大原の里にいました。帰国後、新しい日本画の誕生へ画壇の人たちの期待は高まるばかりでした。そしてお花目を描き始めます。緑の木々や草花に囲まれて、のどかに行こう三人の娘たち。まず描いたのはお花目たちでした。デッサンを描き彩色をする。これを何度も繰り返しました。周りの風景は大原の里を切り取るように。草花は図鑑のような正確さと臨場感を持って、1年経った頃、麦僊はこの下図を展覧会に出品します。画家が完成もしていない絵を出すのは異例なことです。ところがこの下図が京都の画壇をうならせました。麦僊はヨーロッパで確信した線を見せつけたかったのです。そして1927年、4年の歳月をかけ完成したお花目。美しく彩色された画面は大原の春。確かな線と豊かな色彩が作品を一つにしています。しかしそれだけではありませんでした。この構図に見覚えはありませんか？そう、マネの草上の昼食です。マネ自身ルネサンスのフレスコ画からヒントを得た作品です。そしてルソーからも。背景を彩る木や草花はまさしくルソーです。岩絵の具の鮮やかな色彩と線で描いています。
画面の奥には平面的に描かれた里の家々、そこから広がる遠近法の風景。しかし手前のお原目と周りの木々は平面描写です。不思議な感覚を覚える絵です。これこそが麦僊が獲得した西洋と日本の融合、新しい日本画だったのです。今な絵の展覧会見てきましてん。やっぱり麦僊藩はよろしゅうすな。舞妓もよろしゅうすけど、おはらめあれもよろしゅうすな。なんかモヤモヤしてたんがさっと吹っ切れたみたいで、綺麗をしたな。今日のは作業着かて上品に着こなすんですわ。は、待ちなはれ。あ、おかみはん。口うるさいようやけど、そんな走ったら飽きまへんえ。優雅に上品にこう歩くんやで。せやけど土田先生に呼ばれまして。え、ほな早行き。ぐずぐずせんと急ぎなはれや。早く行きなはれ。早行き。数限りないデッサンの上に美は成り立っている。土田麦僊は確かな線を追求し、そして精進を重ねた男です。これから自らの画卿を開こうとする時でした。画室で倒れた麦僊、膵臓がんでした。享年49歳。希代の日本画家の道半ばにしての終焉でした。まあ、彼のその理想の美の追求っていうものを完全にこうクリアできなかったわけですけれども、まあ、彼がもう少し生きていれば元日本画が変わったとよく言われるのも、まあ、そういうところだと思いますけどね。その絵は京都にあります。京都国立近代美術館。日本画家土田麦僊の大作おはらめ、ほぼ正方形の画面にとどめられたのは京都大原春の情景です。新しい日本画を模索しながら西洋の絵画に美の真実を求めた麦僊がついに行き着いた答えが描かれています。それは古今東西を問わず絵画の原点は線だということ。ルネサンスに見た画家の革新。20世紀初頭、混沌たる京都の日本画壇に現れた革命児土田麦僊。日本画に新しい息吹を与えた一枚。